7。前回は超のつくほどの見苦しいところをお見せしましたが、今回はなんとね、作戦があります。加工室まで奴ら全員フル無視して走っていく。ただそれだけのこと。いや本当に相手にしてらんないですからね。ほいほい、ムシ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 、むし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 、おお、むし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 、むし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 、むししたいよ、むしだよ。開けて開けて、急いで入って、ダメージ食らいたくないよ。多いよドアが。よし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 、ここには入ってこないよ。らざまあ見やがれ、ざまあ。ほい、無償金薬液をもゲットさ。ほーらあー、どうだい、前回あんなに死んでたのにね。なんとも、一回もダメージ食らわないでいったよ。そしてレリーフが手あるの手に入れたいと思いますが、保安官、岩のり保安官は、まあどうでもいいや、とりあえず取ろう。はい、あれ、ちょっと待って、取れ、あ、取りたい。 I was gonna be your father。あなた上でさ、ダメだダメだ、うるせえうるせえって言って、だからもうあいつを父親にするって言って、ゾンビを思い知らせてやる。何の話してんの、どこ行くの。Hey, you だいたいなんでズボンはそのままでさ、上の服だけあんな燃えてるの。どういう、なんだろうな、防火仕様なんだろうね。でそれを何も言わずに見ているイーサンね、そしてこの曲に気づかないジャックね、お互いポンコツじゃねえか。さあ行きましょう。ほい、ほほほほ、今日もスクワットは順調ですね。で、ハーブ、ショットガン、ショットガンがね、どこにもないんだけどね。まあ、あのこの後手に入れるというか、まあ、今この中ではショットガンはまだ不要なのでいいんですけど。あれ、 Poor deputy。 あれ、なんかこんな焦げてたっけ。なんか焦げすぎじゃね。まあいいや。で、薬液を取って、ほい。で、続きましょう。で、こっからいよいよね、ボス2回戦というところで、よし、ストラサーさんというところなんですが、その前に、下の方に置いてアイテムを回収してから行きましょう。ほい、ガンパウダー。他何か手に入るコーナーかな。切ったんだよな。これ今までのがいろいろあるんだろうな。アイテムは、あー、いっぱいか。とりあえずじゃあ、万が一のことを考えて、こっから先の敵に関しては、武器はいらないんですよね、ぶっちゃけ。ただ、一応、こいつ4発打ち込みたいので、レリーフを取って、こんなんさ、さっきだってさ、ジャックが取ってさ、ここにやってるのでも、バレバレじゃん、どうか。気づけよ、いいさ、おかしいですよね。はいはいはい、はいはい、勝てた。降りてきた、降りてきた、降りてきた。おいおいおい、ボンボンボン、オッケー、ボンボン、おい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 、あ、うそ、あー、チェーンソーが持ってない、まさかの落ち。何か落ち、うわー、そんなチェーンソーが持てないっていう、そんな聞いてないって思っただろ。ジャップ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 
お行きなしください、ちょっとダメ、お行きなしください、ちょっとダメ、オッケー、ジャック、ふい、ふい、もう許さん、そこで王が許さないからな、あ、電源切れてる、電源切れてる、ふい、ジャック近い、ジャック近い、ロープしたかんで、ルルルルルル、おすすめなのに全然そんなに効かないよ、うらうら、どうした、どうした、これジャック、どうした、これどうした、ふい、当たってないか、ふい、ふい、残念でした、残念でした、壊れちまったのか、そうなんだよね、こいつすぐ電気切れるんだよね、オッケー、なんかこんな通り方もいや、そこじゃないけど、お前ここやったかな、おお、爆発した、オッケー、はいね、ボス戦、なんか全然ボス戦らしいボス戦って感じしなかった、ここに頼むからもう二度と起き上がるなよって、それはね、それはね、いわゆるね、フラグってやつなんですよね、とりあえず、あれ、いつの間にか柱が壊れてる、もうなんか夢中になりすぎて、いやーなんかね、若干かっこ悪いボス戦って感じでしたね、いやーもうね、夢中になったらね、もう仕方ないんですよ、皆さん分かりますよね、気持ち、はい、もうあれだけ前回パニックを起こして5回も死んだ、5回は死んだよね、トータルで5回お亡くなりになりましたからね、いやーもう本当に、いやなんとかボス戦クリアしましたよね、あの、とりあえず、あの、たゆまない、こう、あれあれハンドガンの弾どこだったあれあれハンドガンの弾どこだったハンドガンの弾なくなっちゃったね。まあいいや。そうそう、まああれだけね、たゆまないね、攻撃を受けて続けてね、もうやってたとしたら、もう、そりゃね、もう、躍起にもなるわ。これで、ここは特に何もない。ですかね、特に何もなさそうですね、はい、じゃあ戻っていきましょう、で戻るときにはさすがにもう一旦敵は何も出てこないんじゃないかなと思うんだよね、とりあえずトレーラーハウス行くよね、うん、ということでしばらくはこの中は敵がまたね、うじゃ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 ーって出てきたら、もうほんと、あ、もうサーブが持てない、まあ、ハブが持てないのは、これはもう後でできるや、はい、で、開いてる、で、敵出てこないよね、出てこないよね、キョ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 、ほい、で、ここ、扉をバーンと開けて、で、知らんかった、とりあえず薬液はもうこれでいいや、おばあちゃん消えるんだ、そっかそっか、ちょっと待って、まあ、体力まあこんだけあったらもうなんとかなるでしょう、うん、おばあちゃん消えてなくなったね、まあいいや、とりあえずじゃあはめていきましょう、はめはめしちゃいましょう、その前にちょっと行きたいところがありまして、どこかというと、こっちだね、うん、サソリの扉でね、まだ開けれるところがあるんですよ、あそこの貫通箇所以外にね、こっち、ここで、ここに確か、壊れたショッピーがあるはずなんで、こ
壊れたショッティで、これはまだ使えるのかな。これまだどっか使うとこあったっけ、サソリの。ここくらいしか覚えてないんだよね。で、はい、で、で、ハンドガン取って、誰だよ。しかも片方だけ。はい、もう中庭を何時間も追い回すのはごめんだ。次から客が逃げた時は犬のリリーフを隠して本館から出すな。隠す場所も決めておく。リビングルームの振り子時計、娯楽室の本、地下解体室の、地下の解体室だ。もう全部見つけた後にね、やってみる。で、これショットガン手に入れます。で、ショット玉が手に入る。で、ここは何もない。で、アフフ。これ、ミス・ベイカー、お加減はいかがでしょうか。前回の LINE から長く受信されていないようですね。レントゲン撮影結果を分析したところ、頭部の鍵はある種の心筋、過敏に似た行動でした。幻覚や幻聴との関係があるかもしれません。もし何らかの寄生菌が原因ならすぐに除去しないと手遅れになりかねません。この手紙読まれたらすぐに LINE し、精密検査を受けるよう医師としてお勧めいたします。ダルベイ総合病院、クロフォード・ラング。知らないですね。はい。ということなんで、アイテムも無事手に入れることができたので、中庭に抜けていきましょう。でもおばあちゃんどこ行ったんだろうな。あの一瞬でおばあちゃんどこ行ったのマジで。また、食事しに戻ったのかな。まあ、そんなこんなでね、なんとか2回目のボス戦もクリアすることができましたので、はい、中庭ですね。確かこれをね素手で壊す、素手で剥がすっていうのはなかなか怖いと思うよ。でしゃがんで、しゃがみましょう。でリペアキット、そうそう、こいつが手に入ることで、この壊れたショットガンがなんとタラララ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 、ほっ、そう、ショットガンM21 旧式の2連ショットガンっていうね、2発撃つショットガンになるんですが、なんとこいつがね、いつまでしゃがんでんのみたいな、そう、こいつがなんとね、この作品出てくる中でも、2つショットガンが出てくるうちの、強い方のショットガンですね、になると思います。まあ、4発撃てる方がいいか、この1発でいいかっていうところは、まあ、ちょっと人にもよるところではあるんですが、僕はまあ、こっちでいいかなと。というのも、初めてプレイしたときは4連の方ばっかり使ってたんで、こっちがどんななのかって知らないんでね、ちょっとこっち使ってみたいという、そんな気持ちでいっぱいです。で、しばらくここには敵出てこないので、まぁ、ちょっとね、ゆっくり探索をしてみたいと思います。好きね、ここの家。この辺りは何もないかな、こっちの方は。分離剤は別にいらないな、分けなくてもいいからな。大体そのまま使う感じがしますからね。で、こっちの方に行くと新ステージに行っちゃうので、この辺りは一旦無視して、ここら辺はアイテム特に落ちてないかな。こっちは行けないから、うん、こっちは確かボスが、終わった後のはずですね。はい。で、頭。それからサプリメントはいらない。で、こっちの方は何だったっけな。ここはなんかカチャカチャしないとしちゃいけないやつだったから、これ開けるんだっけ。あ、ですよね、これ確かカチャ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 しないといけないやつだと思うので、じゃあ一旦これで見るべきところは終わったと思います。で、トレーラーハウスに入っていきましょう。ほい。で、アイテム整理をしようと思うんですが、ここにもね、壊れたね、ハンドガンがあるんですけど、壊れたハンドガンは、今回使わないで、ノーマルハンドガンだけでいこうと思いますんで、一旦無視で OK です、ということですね。強化剤、どうしようかな。強装弾作りたいから、これはこれで残しときましょうか。で、アンティークコインは全部ちょっと使いたいと思うので、一旦ね。で、アイテム、それから、ショッタマ今そんないるかな。まあ、向こうでもどうせ手に入ると思いますので、ね、いいかなと思います。はい。で、開けると、うん、こんな感じで、ここにこれはなんだっけ、こっちの F、 ステロイド、体力で、これは スタビライザー、うん、で、アンティークコイン買っちゃうよ。アンティークコイン買っちゃう。こっちが取りたいんで、こっちが。で、これ9枚取ると、マグナムが手に入りますんで、これ1枚1枚やらなくちゃいけないのか。
ほいほい。これ慣れないな。これなんか一気にできる方法あるんかね。あと3枚手に入れればマグナム弾が手に入りますと。で、みんなもう戻らない。It's too late for them。さて、じゃあ皆さんにご褒美タイム差し上げましょうかね。でねー、ところがこれね、だってこれカップ数がうんぬんかんぬんっていうのもないんでね、これじゃ自主規制自主規制ということで、さてていきましょうと思いきや電話がかかってきたんで出てみましょう。もしもーし、 You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do?Is it going to help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone.それは事実ですね。はい。So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. 今からその沼っていうところに行きたいと思います。はい。ただ、まあ、一旦いいところで区切りついたので、まあ、セーブをして、で、まあ、ちょっとパートって、パートはそのまま続けるんですけど、一旦ね、動画カットし続きやっていきたいと思います。じゃあ切り抜いところまでセーブしましょう。ではでは。ということで続きやってまいりましょう。はい。でね、さっきねゾイがね電話で話をしてくれました休館というやらにところでレディティティって行こうと思います。シラフですよ全然説得力のないシラフですよ。で、行きます。でね、ここら辺がね、えぐいよね。今誰が欲しがってんだろうね。潰されてくるくる回ってし、で、こっから、まあ、いわゆるそのグロ、またちょっと違う種類のね、グロが出てきてて、それが苦手な方に関しては、ドゥドゥフリ、そうなんですよ、苦手な方に関してはご注意ください。1802月8日。わ、なんかね、虫がね、こうやって、ね、いるんですよ。いるんで、もうさっさとやっちゃいたいんだけどね。やれたかな？オッケーオッケー。こいつらね、大して強くないんですよ。今みたいにナイフ一発で倒せるんだけど、地味にね、攻撃がね、こうね、強かったりするんでね、嫌なんですよね。ここら辺は特に何もないかな。よし、じゃあ行きましょう。で、ここはちょっと虫がいるので走り抜けます。走り抜けていきます。攻撃をね地味にね、痛い痛い、そうそうそう、今みたいにこうやってねズズズズ食らうんでね、これが地味に痛いんだよ。休暇の見取るぞ、ゲット。はいはい、まだまだ黄色ポーション大丈夫そうですね。アイテムは特になし。はい。で、ゾクに出ていくと、で、ゴミ漁りをしましょう。ショットマンあざす。ちょっと引っかかって引っかかってる。で、薬液手に入れて、薬、バーナーね、バーナーも手に入れるとね、ちょっと無駄に虫が出てきたりとかするんでね、この辺りもちょっと悩みどころではあるんですが、アイテムが持てる数が増えましたと。この、この帽子もしかして、うわ、マジかよ。タイラント出てくるんじゃないっていう、そういうしょうもない話はいいとして、薬液は今のところいらないので、こいつだけしまって、で、戻りましょう。ほい、グッと。ほい、ほい、ほい、サイドステップ、サイドステップ。スコット、スコット。で、行きたいところがあって、うん、あー、もうなんか出てきた、うぜ。知らんかった。そうか、出てくんのか。ここ多分ちょっとしたびっくりポイントなんでしょうけどね。あれ？あれ？割ったけど、虫コナーで。虫コナーでしたね。固形燃料。
しょったば虫がうじ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 で開けるでふっと後ろ向くなんか虫が飛んでる開ける精神刺激薬いらないで走っていくでこの辺りも確か痛い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 マジか死にかけてんじゃん腹いせ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 そっか行ってマジかバーナーノーズルこれ取るとね確か取ってねガスバーナーを持ってるだけで確か虫って襲ってくるんじゃなかったっけ気のせいかなでもあそこうわーめっちゃ虫警戒してんじゃんちょっと遠くからやっちゃうほんあれ聞いてないもしかして聞いてないんだったらもうあれだねやっちゃおうやっちゃいましょうでほいほいやばいよ飛んできてるよ飛んできてるけどほら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 違う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 もうこれで終わりでしょ燃えろ燃えろよ燃えろ燃えてないんだよ OK 燃えたよしじゃあこれで OK ですねでガスバーナーを手にでもぶっちゃけガスいらないですよねあっちあっちって燃えろ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 ガスバーナーねえよもうガスバーナーがないなんかどっかに固形燃料とか固形燃料じゃダメなんだよな固形燃料じゃダメなんだけどレンジャーか一旦回復しようかよいしょほいほいほいいやーこの辺りはちょっとねいろいろ警戒したいところですよねなんか手に入る固形燃料固形燃料って何固形燃料を手に入れてるって何かどんな言い方があるよくわかんないねバーナーも手に入るあれでもないだろうしあーちょっと待ってよそっかそっかわかったわかったとりあえずこっち向かっていきましょうでこいつらも多分壊せんだろうね壊せんだろうけどしゃがないとしゃがんだらどうにかなるっていう話なのでじゃあこっちとりあえず行きましょう例のあの人と再会をする場面ですねなんかアイテムなかったっけなないかああ下っちゅう下っちゅうってねうんで、これを、ちょっとこいつを燃やしてか、なんでまず生きていくっていうことにびっくりしないの切られてる傷、全く治ってんじゃん。どういうことどういうことあ、どうもよう、ダンナ。ちょっとね、神様からでもいいか何したってんだこのメロディア。よさ、ほら。イーサン、マジで話しすぎるやろもっとなんかこう今持ってる武器を使うとかさそうやってさなんかいろいろやった方がいいと思うんですよねということでちょこっから出てるしねほらいやできるコーナーこれだけ出てきたいんですいつまでもあんたら家族と付き合ってる暇ないからちょっててなに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 なんで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 何されたの私ほい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 
界に行くの、あの雲が消える。痛いよ、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 ちょっと待って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 、行けよ。え？いや行き場を失って分散した。ちょっと待って、あっちに行きたいんだけどババアがいるんだよな。どうしよっかな。ババアがいるんだよな。ドア開けたらいる？燃やせない？無理。シャワーね。ババアがいる？ててよし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 、ほらこっちを見てごらんよ、いいものを見せてやるからさ。いや見せないで、見せないでです。怒らせるんじゃないよって、もう俺が怒ってんだよ、むしろ。なんかよ、これね、ちょっと待って待って待って、キーボード操作むず、キーボードじゃねえ、マウス操作がむずい。この辺り、ほい、いた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 。はや大変本当に。もう間もなくね、このパートを終わらしたいところではあるんですけど、固形燃料って、でもちょっと待ってね、固形燃料とこれを何組み合わせたらいいの。固形燃料と固形燃料、そのままでは使用不可。どうしたらいいのこれ。焼夷弾なんかつけるんだ。で、薬液。なるほどね。ああ、全然効かないかな。とりあえず狭いところ。で、こっち。ああ、いた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 。オッケーオッケー。で、こっから何？なんかさりげなくショットガン持ってますね。ああ、なるほどね。こっちに行こうとしたら、何、あ、なんかある。薬液。OK。薬液が取れたと。で、ここ降りて、ここ、なんか意味あんのかな？なんか手に入る？あ、ちょっと、なんだ、ムシムシ野郎ばか、一回いっぱい出てきた、出てきた。あ、クランクね。オッケー。あ、そっか。クランク手に入れて、あそこに戻るということですね。あ、なんかある。精神刺激薬。はい。よし、じゃあ行きましょう。登って、登って。で、クランクを回しますと。あ、くるくる。あ、くるくる。あ、くる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 。ガシャン。あー、どうしよっかな。そこやっちゃう。なんか手に入れた方が良さげな気もしてきたよね。あー、そうだな。ちょっともったいない気もするんですけど、一個作ります。で、ほんで、はい、リロード。カチャポンと。ごめんなさい、一瞬。落ちました。なので、ここからやっていきます。で、そろそろ燃えたでしょ。オッケーオッケー。もう、痛い！オッケー、爆発した。で、これで、終わりですね。で、こいつらもちょっとずつ燃やしていきます。燃えろ、燃えろ。わぁ、すごい綺麗。見ろよ。あれで燃えてるんだぜ。いや、燃えてんだよね。燃えてるのが、ちょっと、あ、まだ若干残ってるね。ほい、こっちも。はい、消えた。オッケー。で、開けましょう。ほい、ほい。で、ここにも、F。
は？取るのかよ。いやマジでイーサン、こんな中にあるの取るって正気の沙汰じゃねえな。どうしよっかな。ここいる？もしかしていたらめんどくさいんだよ。とりあえず燃やして、はい燃やす、 OK。 ここら辺アイテム落ちてないのかな。ここら辺にアイテム落ちてない。で、できればヒステリックばあさん、あ、いるんだな。ヒステリックばあさんがいないところで走り抜けていきたいんですけど、ヒステリックばあさんどうかな。いる？ヒステリックばあさんいる？ばあさんいなさそうですね。走っていくか。よし決めた。覚悟を決めましょう。走れー。いやそういった。ばあさんいる、ばあさんいるけど、ばあさんいるけど関係ない、ばあさんいるけど関係ない、関係ない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 。ええ、あー燃える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 。このクソ野郎がさ、出てきな、分かった、出ていく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 から許して、出ていくから許して、ほい、来る。ばあさん、ばあさん消えた、ばあさん消えた、ばあさん消えた、しまったね。よし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 。うー、ほんとやだ、あのバー、ほんとバーやだ。回そう。このクランクは取らないんだね。まあ、ということで、クランクは500ごめんということで、で、開けます。カラスの鍵が手に入ったと。で、バーナーと、アンティーク持ってない。そこなんだろう？どこなんだろう？ガチャ。それでも持てない。精神刺激薬、キーピックのあれがあるんだな。で、こいつと組み合わせる何か。あれ？待って、今なんか食っちゃった。食っちゃった！もったいねー。マジか。てか、あれ、クランクってまだ何か使うところがあるの？これいらなくない？ああ、そう。アンティークコインな。なるほどな。そしたら、どうしよっかなー。まあ、ここ、まあ、後で、ちょっと、皆さんに見せないところで、やっていこうと思いますので、着いたらやっていくというパターンにしようと思いますので、違う違う、しゃがんで、暴れてる暴れてる、やばいやばいやばい、すげえすげえすげえ。ということなんで、今から軽い本当に小ボス戦的なのをやって今日終わりたいと思いますので、うわーっ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 、だってあなたの走るスピードと俺の走るスピード考えたら、ばあさん走ってくんの。まあ登れない、登れない。うい、ガチャ。もうここは燃え入れなくね。ショットガンぶっかましていくよ。うん、なんか虫がいるけどね。虫は虫、虫は虫、いけない子だね。分かってる。ほら、うい、終わり。はい、以上小ボス戦でございました。で、私の明かりをって言ってるんですが、これ溶けていくんでね。これね、溶けていくときに下にいるとまたこう無駄にダメージを受けてしまうっていうことだったんで、体液どうなってんだよ本当に。ああ怖い、ああ怖い。ということでしたので、ちょっとこの先を進んでね。これは何て書いたんだろう。ゾイエ、また2回死亡を起こうとしてね、私が気づいてないと思った。エブリンがあんなことになったってね、あんた妙な癖の言葉に、テクスの悪いお前のこと、どうせ私の祭壇でも忘れる気だったんでしょう。私の神聖の祭壇で誰にも触らせない。大体お前は私やジャックをバカにしてるんでしょう。出来損ないのくせになんてひどい子なんだろうな。お前を産むんじゃなかった、許せない。出来損ないのくせにいつもいつも親を見下してこの家をするつもりなんでしょう。出来損ないのくせに、出来損ないのくせに、出来損ないのくせに、何回言ったか分かんないから、もし祭壇に触ったら、お前の胸を切り落として夕食のステーキにしてあげる。おっぱい欲しいな。はい、以上。ということで、鍵をかけて、
さあ入っていきましょう。ここでセーブできるポイントはあるのかな。ここはとりあえずなさげなので、まあこれ開けたら次の展開に進んでいくんでね、それはお楽しみにしてもらいたいと思います。ということで本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。